ファイータイ駅は、太陽国のバンコクと、ラーチャテイウィークにある、タイ国有鉄道、エアポートレールリンク及びバンコクスカイトレインの駅で、ある。タイ国鉄の東本線、エアポートレールリンクの路線、バンコクスカイトレインのスクムウィット線の合計3路線が、乗り入れ、接続駅となっている。スクムウィット線の駅には、N2、エアポートレールリンクの駅には、 A8 の駅番号が付与されている。大国鉄による正式分類上では、駅より各下の停車場である。このため、バヤー対停車場が正式名称となる。旅客船としては東本線が乗り入れており、ホームが設置されている。このほか当駅の正方で北本線の駅に短絡する貨物線が乗り入れており、デルタ線となっている。当駅を含めた、 周辺区間は、複線で付設されたが、エアポートレールリンクの建設に際しては、真っ赤山駅の正方で本線から短絡線が分岐するように改められ、並行していた2線のうち1線分が、フアマーク駅まで撤去され、撤去により空いた用地を利用して、エアポートレールリンクの高架橋が建設されている。そのため、当駅の旅客線は、単線で、上り列車と下り列車が、 同一ホームに発着している。1908年1月24日、東駅付近を含む大国鉄東本線第1機区間、万国茶中サオ間が開通。1936年には、東駅の東方の真っ赤山駅と、西方の北本線チットラッダー王室駅との間を、短絡する貨物線が開通し、東駅付近では、 東線の本線と短絡線が並行して、付設されていた。短式ホーム一面2線の地上駅である。かつては、相対式ホーム2面2線であったが、エアポートレールリンクの建設に伴い縮小され、貨物線側のホームは、撤去されている。上屋はなく、ホーム上に、待合室がある。2010年8月23日に正式開業。 バンコク都内からスワンナプーム国際空港へ向かう始発駅である。開業当初は各駅停車の SA t ラインのみが発着していたが、2011年6月1日より、当駅発着の SA エクスプレスが追加された。ただし2014年に休止し、その後事実上廃止となった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。 スカイトレインの高架橋のさらに上をエアポートリンクの高架橋が直行して乗り越すオーバークロス構造になっている。当駅からチャオプラヤ川伊東まで延伸される計画があるため、終端部はホームの少し先に設置されている。SA エクスプレスが設けられていた時期は SA エクスプレスと SA シティラインは 改札入り口直後で分岐し、SA エクスプレス利用者は改札直後に待合スペースが設けられていた。なお、改札には係員が常時待機して、ご入場をチェックしていた。バンコクスカイトレインの駅との間には2階に連絡通路が整備されており、雨天時等の連絡に配慮されている。この連絡通路は、開業時にはなく、開業後に建設された。 乗り場ヤータイ通りの直上にある公開機。U2 階がコンコース、改札街、U3 階がホーム階である。ホームは相対式2面2線を有している。2014年より稼働式ホーム柵の使用を開始した。乗り場ヤータイ通り、ありがとうございます。